12時になりました。パワープロニュースのお時間です。先ほどですね、追加シナリオ配信決定ということで、すべての力を我が手中にというね、文字とともにやってまいりましたね。こちら、配信が決定しましたと、パワープロ TV にてね、詳しい詳細情報が発表されるみたいです。日時は7月27日の金曜日ですね。詳しくはこちらを見てくださいということで、こちらの方にすでに予定がピックアップされております。いやー、来たね、ついに。これはまあもう見た感じね、皆さんもう予想できてると思うんですけども、まあエビル高校でしょうね、こちらの高校。うん、まあ前々からね、激闘ツイベントあったり何件かフラグは立ってたんで、まあ来るとは思ってましたけど、なんかすごいなんか中二感満載で楽しそうですね。うん。なんか、円卓の時からついてたね、ストーリーの謎も気になりますし、どういう経緯でね、闇野が生まれたとか、そういうところもね、すごく気になる、っております。いや、しかもね、今の全力学園を超える性能で来たら、まあ半端ないですよね。まあシナリオを遊んでもらうためにはそういうことをしていかないとね、いけないと思うんで、どうなんでしょうね。まあとにかく楽しみということでね、速報形式でお伝えしたんですけども、いやー、また新たに火薬キャラが生まれるのか、はたまた逆にね今テンプレで抱えてるキャラが死んだりするのか、まあ、そういうところもね、非常に気になりますね。うん。円卓と似たような感じになるのかなと、個人的にはなんか、予想してるんですけどね。全く違う性能で来るかもしれないですし、とにかく楽しみということで、まあ、明日のパワープロ TV を、とりあえず待ちましょうという感じですね。うん。いや、なんかとりあえずミクリアはなんか使えそうなんだよな。ミクリア入れたら絶対になんかシナリオ的にも強くなりそうっすよね。まあでも果たして入れる枠があるのかという問題もありますけど、ミクリアを PSR50 で持ってる人はなんか輝きそうな感じはするなと個人的には思っております。まあ皆さんもね、どんな性能になるのかとか、予想されてる方いらっしゃいましたら、コメントの方にどしどしお寄せください。っていう短い動画でいいかな今日は。はい。まあまだ全然これだけじゃね、全然話すこともないんでね。うん。とにかく新シナリオが来るということでね、もう一番の懸念点はもう全力を超えるかどうか、まあここにかかってくるのかなと思います。うん。というわけで短いですが、本日の動画は以上としたいと思います。ぜひね、チャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。これガチャとかパワープロの日に合わせてくるんですかね、ふと思ったんですけど、それともその前に実装されるのか、いやー、どうなんでしょうね。天空の時はパワープロの日と被ってきたじゃないですか、確かそういう感じで来るじゃないかなとは思うんですけどね。うん。ただ告知が早いからな、なんともいないっすね。うん。では失礼します。See you. ミッソチャンネル。